プラシド・ドミンゴ2014ホセ・プラシド・ドミンゴ・エンビルは、スペイン生まれのオペラ歌手で、指揮者、歌劇場芸術監督としても活動している。年上のルチアーノ・パバロッティ、年下であり同じく、スペイン出身のホセ・カレーラスと共に3、ダイテノールとしても広く知られる。スペインのマドリード生まれ、両親はサルスエラ歌手。1949年。 サルスエラ劇団を経営する家族と共にメキシコに移住、両親の一座で子役として舞台に立っていた。1955年にメキシコシティの国立音楽院に入学してピアノと式を学ぶ。1959年にメキシコシティのメキシコ国立歌劇場でテノール歌手としてデビューした。1961年には同じくメキシコのモンテレーでアルフレードを歌い、 本格的な初主演を飾る。1962年にテルアビブ歌劇場と契約し、イスラエルに移る。多くの役に挑戦して、実力を蓄えつつ、1965年までイスラエルで活躍。1965年にニューヨークシティオペラと契約してアメリカに移った。1967年にはドンカルロを歌ってウィーン国立歌劇場にデビューする。 1968年には、西ドイツのハンブルクで、ローエン・グリンを歌って、ワーグナー作品にも進出したが、生体障害を引き起こしてしまう。同年、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場にチレア作曲、アドリアーナルクブルール・マウリツヨ役でのデビューが決定、リハーサルを行っていたドミンゴだったが、同役を演じていたスター歌手、フランコ・コレッリが突然出演をキャンセルしたため、 劇場は大役をドミンゴに依頼、劇場に急遽駆けつけて、マウリツェを演じたドミンゴは、思いがけず数日早まった、メトロポリタンデビューを成功させる。また、1969年には、エルナーニデスカラザ、1971年には、カバラドシシを歌って、ロンドンのロイヤルオペラハウスにデビューし、世界的な名声を確立した。1981年には、 アメリカ合衆国のホーク、ポップ歌手のジョン・デンバーと、デュエットで歌ったパーハップスラブを録音したことで、オペラ界以外からも広く知られる歌手となった。1989年5月21日には、松田聖子とのデュエットで、アルバム、ゴや、歌で綴る生涯が発売された。新日家としても知られ、たびたび来日している。また、前述の二人とに三ノールとして、 1990年の FIFA ワールドカップイタリア大会を皮切りに、1994年のアメリカ大会、1998年のフランス大会、2002年の日韓大会まで3人合同での演奏会を開いた。1992年に地元のスペインで開催されたバルセロナオリンピックでは、開会式と閉会式に出演し、大観衆の前で美声を披露。 特に閉会式で歌ったオリンピック参加は、史上最高のオリンピック参加、オリンピック参加を歌わせるのなら、ドミンゴが一番との高い評価を受けた。また、1994年のリレハンメルトーキオリンピックで、やはりどうかの独唱を披露したシセルシルシェブーの才能にも目を留め、オリンピック参加ソリスト同士のデュエットを実現させたことも話題となった。さらに、 2008年北京オリンピックの閉会式にも出演した。なお、プロ裸足と言われるピアノの演奏を匹敵する機会は多くないが、1983年にクリストフ・エッシェンバッハが式を兼ねてモーツァルトのピアノ競争曲を EMI に連続録音した際、3代のピアノのための競争曲の第3ピアノに指名されたことがある。これは、 ドミンゴの映画撮影が伸びた関係で実現しなかったが大役で急遽ロンドンに自死名義を披露したのはなんと西ドイツ前首相のヘルムート・シュミットであった2000年にはケネディ・センター賞を受賞またイギリス政府からも大英帝国勲章を授与されているその後も他のジャンルの歌手との共演を積極的に行い2002年にはロックバンドサンタナのアルバム シャーマンにゲスト参加し、一曲を歌った。2004年暮れから2005年にかけて、ワーグナーのトリスタンとイゾルデのトリスタン役に初挑戦。EMI にレコーディングされたが、この録音が EMI による最後のオペラ録音となった。また、2005年に録音したエドガールでプッチーニの歌劇全作品を録音する記録を樹立した。2010年2月13日。 東京での公演中に払えたを訴え、活動休止を余儀なくされた。3月にニューヨークにて大腸がんの手術を受け療養し、4月16日より、ミラノで予定されているスカラザ公演から復帰する。2011年3月に発生した福島第一原子力発電所事故の影響で、日本国外の演奏家が次々と日本公演をキャンセルする中、4月10、13日に、 東京で予定されていた公演は変更せずに実施した。アンコールに際しては日本語で、昇歌、故郷を歌った。大の F1 ファンとしても知られ、2012年、ハンガリーグランプリ及び2016年スペイングランプリでは、表彰台ドライバーのインタビュアーを務め、2013年日本グランプリでは、表彰式のプレゼンターを務めた。2020年3月22日、 新型コロナウイルスの検査で陽性反応が出たため、家族と共に外部との接触を断っていることを明らかにした。発熱や、咳症状はあるものの体調は良いとし、Facebook 上で手洗いの励行など、感染予防の対策を取るようファンに呼びかけている。2019年8月13日、AAP 通信は、長年セクハラや不適切な行為を受けていたと告発する。 女性歌手楽人の証言を報じた。ロサンゼルス歌劇場が調査に乗り出し、9月にも11人の女性が被害を申し立てている。ダラス歌劇場とサンフランシスコ歌劇場は予定されていた公演をキャンセル。フィラデルフィア管弦楽団は出演以来の取り下げとなった。芸術監督を務めていたメトロポリタン歌劇場はロサンゼルス歌劇場の調査結果を待って、 最終決定を下す方針であったが、9月25日のマクベスト11月のマダムバタフライについては交番となることを発表し、ドミンゴ氏は今後メットで開催される公演に出演しないことで合意しました。メットとドミンゴ氏は同志が交番する必要があるという点で同意していますとコメントしている。2020年2月25日にドミンゴは 生じさせた苦しみを本当に申し訳なく思っていることを知ってもらいたい。私の行為に関する全責任を負うと被害者への謝罪を表明した。オペラ歌手らで作られる米ローソの弁護士は2019年9月から12月末まで55人に聞き取り調査を行っており、1990年代と2000年代にドミンゴによるセクハラを経験もしくは目撃した27人に加えて、 12人がドミンゴの評判を知っていたことが分かった。2人の女性は自らのキャリアに悪影響が及ばぬよう性的行為を強いられて従うほかなかったと話しているという。ドミンゴの謝罪表明の翌日、スペイン政府はマドリードでの2つの公演をキャンセルし、スペイン文化庁は5月にサルスエラ国立劇場で予定されていたフェデリコモレーのトローバの ルイサ・フェルナンダについては降板とすることを発表した。オペラ界においては、陰影を称えた美声、充実した中音域、卓越した演技力、優れた歌唱技術によって、世界各国において幅広い人気と高い評価を得ている。特筆すべき多様性を持つ歌手であり、ベルディ、プッチーニなどのイタリアオペラ、フランスオペラ、ワーグナーなどのドイツオペラと、 広範な演目をレパートリーとしている。なお、三大テノールで、ドイツオペラに、積極的なのは彼一人だけである。ドミンゴは、若くして、バリトン歌手として、キャリアをスタートした後、テノーレ・リリコに転校したが、元来はより重いリリコスピントの性質だった。その陰影を帯びた性質と、自在な表現力を活かして、30代で数ある、テノールの役の中でも特に重厚な歌唱を要する。 オテロもレパートリーに加えた。ドミンゴのオテロは彼の世代の第一人者とみなされている。1968年にはハンブルクでローエングリンの大名役を歌ってワーグナー作品にも進出したが生態障害を引き起こしてしまう。しかし声が成熟して重みと厚みを増すに従いワーグナーの小役も無理なく歌えるようになり徐々に彼の主要なレパートリーとなっていく。 ついには、バイロイト音楽祭に登場するまでになったが、2000年に、ユルゲンフィルム演出、指輪のプレミエで、ジークムントを歌った際、音楽祭総裁のボルフガングワーグナーと衝突し、以後バイロイト音楽祭には出演していない。反面、愛の名役のメモリーノのような軽い、レパートリーにおいても、ディリックに柔らかに歌う発声と演技力により、評判になった。また、 異ドクの多くのオペラに加え英語の新作オペラやオペレッタの英語版まで歌い、のみならずロシアオペラのエフゲニー・オネーギンやスペードの女王を言語で歌うなど語学能力も高い。またドミンゴはロマンチックなオペラのヒーローにふさわしい、端正な顔立ちと高身長にも恵まれている。見栄えの良さが生きることもあって映像収録にも特に積極的であった。 三本の劇場用オペラ映画、ビゼーのカルメン、ベルリのオテロ、椿姫を撮影した。さらにテレビでも数多くの劇場のオペラ中継のほか、サルスエラの夕べ等の番組にも出演した。三大テノールとしてのコンサートは、1990年のフィファワールドカップイタリア大会で決勝戦の前夜祭りとしてローマのカラカラ浴場で行われたイベントに始まり、2002年の 日韓大会まで続いた。工業的には大成功だったが、大規模な野外会場でのコンサートであり、曲目も,もポップスが多く、客層も雰囲気も通常のオペラ歌手のリサイタルとは異質なものであった。純粋主義のオペラ愛好家からは商業主義におもねるものだとの批判も受けたが、三大テノールは誠実で直接なアプローチによって、オペラやクラシック音楽の聴衆を増やすことに、 貢献したという肯定的な意見もあり、その評価は今も分かれている。上記の通り、ドミンゴは広範なレパートリーを誇るが、本人によると最も多く歌った役は、トスカのカバラドッシだという。この役では4回の正規録音を行っているほか、プッチーニの他作品も多く録音し、2005年に録音したエドガールで、プッチーニの歌劇全作品の録音を達成した。 ドミンゴのレコード &CD 録音は、オペラ全曲版、オペラアリア集、ポピュラーソング集など膨大な数に上る。RCA、EMI、ドイツグラムフォン、デッカ、ソニークラシカルなど多くのレコードレーベルで録音を行っており、長年、デッカと専属契約を結んでいたパバロッチとは、この点でも対照的である。ドミンゴは、ベルディのテノール向けのアリアを、ベルディが、 上演国に合わせて、それぞれの言語で作曲したオリジナル版からの複数版を含めて、全数収録した CD セットを録音し、非評価からもおおむね好意的な評価を得ている。近年は再びバリトン歌手として活動しており、シモンボッカネグラの大名役や、椿姫のジェルモン役で高評価を得ている。式活動は、歌劇の式が中心だが、2001年7月1日には、 ベルリンフィルのシーズンを締めくくる恒例のバルトビューネの指揮者として招かれ、スペインものの作品を指揮している。歌手としてはシリアスな役どころの多いドミンゴだが、オペラ指揮者としてはコウモリを好むらしく、日本では映像、CD ともに指揮者ドミンゴはこの作で初お目見えであった。後者ではアルフレード役を兼ねている。前者は当然指揮だけだが、英語のセリフも交え、 柄パフォーマンスも売り込まれた大晦日のお祭りムードの上演ということで、先輩のプライに舞台上からからかわれたり、式台大から一腐り歌声も披露するなど、わきあいあいのコベントガーデン指揮者デビューとなっている。また、ワシントン歌劇場で最初の芸術監督に指名され、後にアメリカのロサンジェルス歌劇場でも同職に就任しており、歌手としての活動にとどまらない。 幅広い活動をこなしている。ありがとうございます。